はい、花束優しいバージョン、今度は感想部分をやっていこうと思います。感想部分が全部で8小節になるんですけども、そこで大変なのは2小節目、まあ、一緒なんですけど6も同じですね。2と6は一緒にしてます。まあ、2小節目とあとは、7、8ですね。7、8、まあ、特に7ですね。8はそんなに難しくないです。はい、でまず大変な2小節目からいきます。タイがついてるんで、前の音を叩いて後ろの音は音を伸ばすっていう風にします。そうするとフレーズこうなります。前半、まあ、半分で分けてあげるといいのかな。ツッツッタッチャンがまず前半ですね。で次が、まあ、本当は音が伸びてるんだけども、まあ、タイミングを取るためにウって風に呼んじゃいます。ウッチッドッタッチャウッチッ、このタイミングです。これが2小節目ですね。もし分かりづらいなと思ったらリズムだけ取ってみてください。リズムだけ取るとタッタッタッタウタッタッタです。タッタッタッタウタッ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 タってなります。こういうの、本当に分かんなくなっちゃったらリズムだけ取ってあげると取りやすくなったりします。はい、で続いて、7小節目、一番最後ですね。7小節目の一番最後が、まだやってないんですけども、そうだね、これ言葉で言っちゃいましょうか。あんまりパッと出てきたのはカレーぐらいしかないんですけど、カレーって言葉になんかお腹空いちゃいそうですね、これも。どんどんカレー、あーでも跳ねてるんだな。どんどんタッ、フレーズこうです。ゴーゴーカレーしか思いつかないですね。ゴーゴーカレーみたいな感じですね。もう食べ物になっちゃうんでね。これが7小節目です。で最後8小節目はドッキーそんな難しくないですね。はい、まあ、そんなが、感想の全容となります。以上です。